神奈川駅は大阪府泉南郡三崎町にある南海電気鉄道棚川線の駅。道路線の終着駅である。駅番号は NK41 から3。大阪府内で最も西に位置する駅である。かつては淡路東方面のフェリーに連絡する急行、淡路号が南場から直通で運行されていた。詳細はサザンの港を参照。二面一線のプラットフォームを持つ。 地平駅である。かつては二面二線で、南側の線路が一番線、北側の線路が二番線となっていた。二番線を挟んで、北側のホームは使われておらず、南側のホームのみを使用。直通急行廃止時に、ホームには二両分を残して削がされ、後に防線下で一番線のレールが剥がされ、ホームの一番線側全体にも削がされた。 したがって現在使用している線路はかつての2番線である。駅舎はホームの生誕に接している。トイレは設置されている。2019年時の調査結果では1日あたりの平均乗降客数は602人。この数字は南海の駅全体では100駅中80位。駅前にはロータリーがあり、コミュニティバス、ミニループバス岬が発着している。北側は 工場となっており、南側には不動を挟んで民家が並んでいる。西には、三崎町立文化センターがある。ありがとうございます。